自分の命を賭してもやるというものはこの場に残ってくれ。エレン、お前が母さんを助けられなかったのはお前に力がなかったからだ。俺が巨人に立ち向かわなかったのは俺に勇気がなかったからだ。だからぜ。知っておくべきだ。俺たちは何のために命を使うのかを。その日、人類は思い出した。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。大体あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか。自分に聞いてみてくれ。人類のために心臓を捧げることができるのかを。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。
生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。